アクトイブは日本の女性アイドルグループ。新宿駅や外ミュージックフェスのオーディションにて新宿初のアイドルグループとして結成。メンバー脱退を経て現3人体制となる。メンバーは君原愛海、咲坂優衣、大瀬千秋のアイドルユニット3人組。女の子の妄想代弁者として普段女の子がイメージしている妄想シチュエーションを曲やメディアにて発信している。 全メンバーに、それぞれの妄想ジャンルがあり、公表されている情報はあくまで妄想である。新宿に貢献していくアイドルということで、新宿駅の清掃や新宿の店舗、商業施設等を紹介していく活動をしている。歌詞のすべてが、女子の妄想をテーマとしており、楽曲は1000、ひらめきマイナスの具、ヒス、キー、マナブが制作している。基本的に、 メインボーカルやセンター等は設けておらず、歌詞のシチュエーションに合わせたメンバーで分担されている。楽曲のほとんどが明るい曲調及び速いテンポになっており、個性的なダンスやライブ中に何をやってくるかわからない面白さも特徴。会場では振り付けができていないファンにデコピンやビンタをすることでも注目を集めている。新宿ステーションスクエアで アクトイブ結成の写真2015年3月21日、新宿駅東口で毎年行われている野外ミュージックフェスビートラインスプリング2015にて初のアイドルを夢見る女の子の夢を叶える企画、新宿初のアイドルグループ結成オーディションが企画され、10人に絞られたメンバーの中で当日6人が野外ステージに上がった。オーディションの内容は ファーストシングルで発売されることになる、雲男と恋心のワンフレーズを歌い、そのパフォーマンスを投票させる内容だった。インターネットと3000人にも及ぶ観覧者の投票により1位に、佐きさかゆ2位に、君原愛海、3位に、青山美希、4位に、大瀬千秋、5位に、大葉葵という結果だった。 6位の末な理由は研究生となったが、オーバー・アと共にデビューライブの前に脱退となる。2015年7月29日のファンの集いにて、青山美希が体調不良にて脱退。以降3人での活動となる。無料登録をすると、メンバーから寝起きやパジャマ写真付きのモーニングメールが届き、物販購入及びライブ会場へ足を運んでくれたファンにポイントが貯まるシステムになっている。 会員数を1000人にするというメンバーの目標に対して700人達成で衣装制作とファースト CD リリースという公約を設けた。チラシ配り、友達紹介キャンペーンを経て2015年6月17日に700人達成。CD デビューを発表となる。この友達キャンペーンで貢献した先坂由衣はソロ曲を与えられ、ソロ活動が約束される。 ありがとうございます。